今回、魔界転生はまた素晴らしいゲストなんですけども、春にふさわしい、いや僕のバースデー週間みたいな形でね、バースデーウィークという形で、来ていただいたんですけども、で僕自身もね、お世話になっているスティックのメーカーがありましてですね、アメリカにですね、アヘッドドラムスティックスという、ブランドがあるんですけども、そこにちなんだ方を今回、呼び上がりました。私頑張って、ではね、早速紹介していきたいと思います。それではこちら、アヘッドドラムスティックスジャパンの、高野純さんです。よろしくお願いします。高野です。よろしくお願いします。そしてこのスーパードラマが一人来てましてね、まあ、ご存知の方いますよね、マーティー・フリードマン、元メンバーですね。あとはもう最近じゃジギーに加入したという、スーパードラマチャージです。イエーイ、ボンジュー。みんな元気ですか？チャージでー。分かってるかな、スイッチ入ったな。こう見てもこの人、普段めっちゃおとなしいんですよ。そうですね。意外とマメだね。そうこんなに声大きくないんですよ。もちろん普通なんですね。でもカメラ向けられちゃうと、ね、イエーっていう、そういうスイッチが入る。もうね、アメリカという国がぴったりなね、男ですからね。あ、もうそうです。はい、その話の前にですね、おビールなんぞ飲みませんか。いや、もうぜひね、飲みましょう。何を話すっていうわけでもないんですが、いやー、うまい。足りないです。リハ後のこうビールはうまいですね。あ、こんなとこに、アヘッドスティックが。おこれはちなみにチャージの使ってるよ。そう、僕が最近、アヘッドスティックを使わせていただいても、でも最近ですよね。本当30年ぐらいになりますかね。30年。まだまだ僕はってことは紹介者に俺もっと前で100年ぐらい。まあ僕は半年も経ってさ、でも3、4ヶ月ぐらいってことだよね。そんなもん、で使い出して、で最ずっと 7A というのを使って、この 7A って太さなんですね。そうで、それが最近、なんと僕にとてもふさわしいハイパー、ハイパーフォーム書いてるんだね。ハイパーフォーム、ハイパーフォーム、もう僕にもうふさわしすぎる名前ですね。パワーヒッターにね、そう、不可欠なハイパーチャージ君にはもうとってこいな。でこれを最近使わせていただいて、でですね、これとほぼ形は一緒なんですよ。ちょっと1センチぐらい長いのかな、1センチぐらい長いっていう。これがまたね、あれ太さ一緒でしたっけ。太さ一緒です。一緒。これ5円って、チップも一緒です。このチップ、俺、基本的に好きなんですよ。あまりにもこうパワー感だけじゃない、でシンバルの粒立ち、で横のチップが一番好きかも。例えばこれだとパンチ効きすぎてちょっと痛い感じが出るとき、あるから。確かに僕もこれ、プリンみたいな、ちょっとゴーッとからのプリンみたいな、ああいうのはすごい向いてますね。これね、同じ意見。そうだ、本当にそうだ。一応アタックが出やすいように 5A っていうのはこのナイロンチップ仕様になってます。で本来は 5AT がついてますけど、そっちがウッドライパー、木の木製スティックのサウンドが本来は7A をついてたんですよ。それをチャージ君のためにアタックがもっと出るように 5S チップナイロン仕様のやつをつけてます。おお、なるほど、なるほどね。これアヘッドドラム、これ聞いてください、木じゃないんです。そうなんです。わかります、これ鉄の音ですよね。これ材質なんでしたっけ。アルミ合金ですね。アルミ合金で、しかも空洞だからすごいしなる、だから最初、例えば、ドラムの方見てたらね、ほとんどの方は木のスティックを使ってるんですけど、木よりもはるかにしなるんですね。だからそこに戸惑う瞬間っていうのは最初はある。びっくりしました。でしょ、俺も正直びっくりしたんですけど、俺はね、そんなに
その1ヶ月以内に馴染んでしまったんですね。あの持ち方がこっちの方に向いてたのか、このシナリオは気持ちいいかもって思い出して。そうだ、うん、だってそう、ま、そもそもがあれですよね、マタロウさんが紹介してくれたんですよね。そう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 、まあお互いもうイベントで一緒になって、余計な話した時に、チャージアヘッドっていう興味ありますありますありますみたいな感じで、俺も今使っててって、もしあれだったら聞いてみて、紹介してみようかっていう話で、そこから始まった。だってアヘッドなんて僕、まあそもそも僕はモトリークルーがね、モトリークルーと今の大好きなんですよ。もうエルレーで、まあそのあのね、モトリークルーのドラマのトミリーが、そうそう、これでしたっけ、うん、いやトミリーモデルです、ね、あ、トミリーモデルのがあって、太さってここのグリップに近いぐらいの太さ、5ミリミテッドよりちょっともっと太い、もっと太い、あーでもさらに俺のテープ巻いてたやついただいたので、ね、めちゃくちゃ太すぎて、でそうです、もうまあそのトミリーモデル、まあトミリーが大好きだから、当時まだ19歳ぐらいの頃に失礼しました、全然いいですよ。あの自分で買って、でまあ試してやってたんですけど、太すぎるわ長すぎるわで、でも振ったら重いしね。そう、こんなもうさすが買いたれだなと思いながら、まあでもそれを買って、まあ、折れちゃって、まあそこからまあ使ってなかったけども、なんか使うタイミング欲しいなだったと、アヘッドに出会いたいなって言ったら、こうマタロウさんが買い出してくれて、でその時マタロウさんがやっぱ言ってたんです、そのすごいシナリオ、うん、自分も体感してびっくりしたんだけど、こんなにしなるっていう。僕もで実際ジュウさんに紹介してもらって、で持って叩いてみたら、おすごいしなる、一瞬戸惑うみたいな、うん、あれって木のしなりの、なんでなんですかね、あれ、あのしなりしなりよね、これがあの木のしなりみたいに振り始めからしなってくるんじゃなくて、最後のレスポンスが出るときにしなりがスパンってくる、うん、そう、うんうん、そこがちょっと特徴的ですね。あーでも本当に実際使ったことない人いたらね、あの、まあ、番組見てる人でもドラマがいて、ぜひ一度は使ってみた方がいい、うん、そのしなり感に、まあ、おっと思いますね。でそうするとすごくなってるんです実は、力入れずにも、うん、力入れれば入れるほど、まあ木のスティックでもそうなんですけど、力入れたら入れるほど音はならないじゃないですか、結構なんか鈍い音になってますね。 それが如実に出てくる方がヘッドの方なのかなって思えたりはしましたけどね。特に僕はもうあれですよ、タム類、そう、この間もイベントで一緒になって、はい、でちょうどライブハウスだったので楽屋がステージの裏ぐらいなんですよ。タムの音の何が前のチャージの音と違ってた、うん、あれって今チャージされてるって楽屋で言って、そうそうそう、タムの音変わってる、うん、もうすんごいパンチが効いてる。そうなんですよ、だから本当今ね、こうドラマーさんがもし見ていらっしゃって、まだヘッド使ったことないんだから本当感動しますよ、うん、タムの、そう、びっくりするわね、タムのアタックとこのシナリーヒトン、ドゥントンドゥントンってもわかる、ドゥントンってのはすげえわかる、本当にドゥントントンっていう感じが、そうそうそう、いや、マジでそう、このチップも関係あるのかなと思うんですけど、こっちではまだ俺やったことないんですけど、これはなんかパンチ効きすぎそうですね。そうですね、このチップはまたこういうチップがある、ね、そうですね、まあ、大きさもありますしね、アタックするの面積がやっぱり大きいっていうか、いやこの銀色のグリップが欲しい、僕も考えてみましょうかアヘッドのこの、なんていうんですか、もう凄まじい、素晴らしいとこ、これ回します、これ回るんですよ、いきますよ、なんとなんとマレットスティックだと思いきや、こうネジになっていて、普通のスティックにも回して回して、あ、こっちもこう取れて、これまたこっちにね、付け替えれる、こっちに付け替えて普通のスティックにもなると、そう、これはすごいアイデアですよね。だからチップが個人でも、そうですね、いろいろ楽しめるし、そうですね、11モデルで3種類プラス、この、マレットヘッド、これが使えます、うん、俺も使ってます。思い知ってるよりやっぱりパンチが効くマレットなので、実際考えてるよりは力をもっと抜いたところからスタートしないとパオーンってなりすぎる、うん、瞬間があるから、そこは多分、まあ、使っていればおそらくそのタイミングやと具合は分かるとは思うんですけど、
こう本当にいいスティックですね、出会えたと思って。おあとこれ結構楽しいのはこう普通の木の杉と違ってカバーなんですよね。これはそうですね、ウレタンカバーですね。これ今外れんの結構硬くなるね。あ、外れた。これがいいよ。あ、かっこいいかっこいい。これがいいですよね。これがいい。この色、この色めっちゃかっこいい。てかもう この色で叩きたいんだけど、うん、俺もまんまでもうこのまんまがいい。このなんか宇宙っぽくてスペーシーでいいじゃないね、いいですね。これがないとすぐ折れちゃいますからね。そうなんですよね、確かに直で当たっちゃうと。すっげえこれ、ね、この色感動。ミックス超かっこいい。これいいよ。あ、かっこいい。鏡で見て鏡で見て多分これ回してもかっこいいですよ。あー、どうかください、ね、だから俺いい、ね、なんかもうね10年近く前になるかな。それもまたイベントでチャージとしてた時にあまりにも回すじゃないですか。本回してみようかなと思って本番回したら布団本当に落としてかっこ悪い。当たった当たった。回すんて俺に向いてないわって。そこで気づかされて。このスティックのゲートはチャージとひまわりに任せたと。そうですね、僕とひまわりさんもうね、好きですね、回すの。ほんとそこをね、もう踏み入れたらダメなんですよ。うん、挑戦してくるやつはね、いくらいてもいいと思うけど、ここに、うん、なかなかね、これね、回りませんよ、ね、そっち方面が回れへん。そうなんです、僕その、普通、スティックってこう、後ろじゃないですか、はい、で、まあ、後ろだな、うんって、あの44マギロのジョーさんとか、うん、もう、ビデオとか見ると、こう後ろ回しなんです。で、あ、後ろ回しが普通なんだろうなと思ったら、あのモトリークルー、モトリークルーさんの、あのウィザーとユーっていう曲があって、まあドクターフィールグッドってアルバムの曲のバラードなんですよ。そこで5秒ぐらい、いや、それ言い過ぎかな、でも5秒ぐらいずっとトミー・リーがこうやってやってるシーンがあって、その PV 見たことあるかもしれない。すっげー回してんな。それってそっち向きなの？そう、2A に行く前にこう234ってそのところでずっとこれやってバーンっていくときが、まあ当時まだ僕 VHS で見てたんで、そう VHS だった。そうスローモーションで、え、どうなってんだろう、違うぞジョーさんと言ったら回転が前だったんですよ。ああと思って、でもそっからもう 前だったと思って。あのこれ、まあ、チャージも同じですよ。ひまわり見てたけど前の方が難しいんですよね。そうそうそう、俺もそれは無理ですよ。そうもうやる気もなしになった。スティック回しは後ろ回しで慣れてしまってたから、前なんか前にするなんか指のシフトチェンジよくしたね。頑張りました。むしろ今後ろの方がちょっと下手くそになってるから。前はもう簡単な、指の動かし方が違うんですよね、後ろと前で。あ、なるほどね。スティック回し講座しとるかな。いやでもそれは結構あの回しづらいのしてるので、俺もリハの時とか見るじゃないですか、はいはい、回してみて感動するもんね。うわ前に回してるって。でもなんかこう、ね、こうハイハットからこう行くじゃないですか、こうドンタンの、うん、こう叩いてない時に こっちで回して、うん、で、はいはい、この時はこう前回しだとこうこのまま、うん、シンバルのイントロ、はいはい、でも最近かな、やっぱ後ろ回しはライド叩いてこうやってなんかこう行く時とかは意外とこれよりもこう分かります、あの、はいはいはい、あの美しさがドゥンタンシュンタンってこういうなんか下からこう回っていくっていう感じが、こっちだと美しくないですけど、こっちだと意外とかっこいいなって。今もう都内のねリハーサルスタジオから鏡が見えたら一番困るよね。さっきもずっと僕ニヤニヤしてる。フォームはね大事ですから、ね、フォームは俺も見るんで、はいはい、それは大事だけど。こう回す、あの回すね、こう美しさっていうのもね、さあ鏡に確認するだろうから。そうそれがすごいな。こっち、あーこれ無理だ。ちょっと無理、これしか無理ですね。なんかやってると恥ずかしいんですけど。恥ずかしくなっちゃう。恥ずかしくなっちゃう。無理。2、3回しか回されない。痛い、もう痛い、指が痛くなってますよね。そうですよね。